Several hundred years after the fall of human civilization, it was a lawless period. A time without order, only blood, flesh, bone, and iron. It was also a time of sorcery. Having been terrorized by demonic creatures their entire lives, human beings were miserably inadequate and forced to subsist in a barren, bastille environment. ないだ。姉様、本気で戦うおつもりなのですか？戦えるのですか、ダークシュナイダー様と。私の理想郷実現を邪魔する者、たとえダークシュナイダーであろうと、倒す。この反応、くる鬼門より地で血を洗うために、イカズチをまとい支流が来る。デイブンスティン、大地と大気の精霊よ。イニシエの契約に基づき、その義務を果たせ。メガデン。危機一髪。ん？アーシェスか。どうしたんだアーシェス。敵を見るような目をして。あの人がアーシェスね、ダークシュナイダーの恋人。また別の女と同じ。昔と何一つ変わってないわ。どこかで知らない女と遊んでいるあなたが帰るのを私がずっと待っている。呪いの爪はあなたを監視しています。あなたの心がダークシュナイダーに傾いたり、受け入れたその時、あなたの肉体は木っ端みじんに砕け散り、哀れな生き返りとなって永遠に生き続けることになってしまいますよ。蘇っても結局私を苦しめるのに、ダークシュナイダー。でもそれも今日で終わるわ。必ず殺してやるさ。ダークシュナイダー、この戦い回避する方法はないのですか？ダメ、行けば殺されてしまいます。リューシェ、もしかしたらもう帰ってこないかもしれない。もしかしたら、もう、そんな、僕。陽子さん、500円貸してくれ。え？あ、はい。後で返す。ダークシュナイダー、約束通りお前の命をもらう。アーシェス、この親子者、お仕置きをしてやる。バックオン。あれは、ゴキド主張の呪文。レイヴン。させるか。ジ・エリオ・フィロアレ、我はもとに太古より継がれし神秘なる象徴をもってなされ。なんだその呪文は。
ハイエージェントにはまだお前も知らぬ奥義があることを思い知れ。受けるがいい。ゲッレダー。バカだ、これは。その雷球は周囲の魔力を全て吸収する工事空間へ通ずる底なしの穴。もはやお前の得意な魔法戦闘は不可能だ。なんだと。何、落ちる。うわあ。魔法さえ封じればお前などこの雷神拳の敵ではないわ。いってとどめだ。死ねえ。くらえ、流撃らせ。シュナイダー様、御身が魔剣炎の剣の所有者であることをお忘れか。おめえ、主に従いこれを守ることが剣の務め。伝説の魔剣雷神剣が敵なればこのイーフリートも炎の剣となって戦おうぞ。呆れた出しゃばり魔人だぞ。まさかお前が炎の剣を手にしていたとはな。さすがダークシュナイダー、あのイーフリートをよくも手なずけられたものだ。しかし我が雷神剣に宿る雷獣ヌエの力にはイーフリートなど足元にも及ばぬことを証明してやろう。胸騒ぎ、僕なんだか悪い予感がする。ルシェン、はあ、オーネ魔王剣雷撃収蔵ザン、私の勝ちだ、ダークシュナイダー。マジ、ダークシュナイダー、狡猾と無謀、冷酷と優しさの同居する地上でただ一人、この私を任した偉大なる主よ。何、あなた自身すらまだ気づいてはおらぬだろう。この世界は今やあなたを必要としている。さらばです。待てこら。誰が、誰がそんな余計な真似しろっつったよ。戦いの中で戦いを忘れるとは、昔のお前からは考えられぬ甘さよ。シュナイダーをこの私が取った。ダークシュナイダー、大丈夫よ、不死身だもん。そうだろう、ルーシェ。ルーシェ、バカ許さねえぞ。てめえなんざもう俺の娘じゃねえ。敵として殺す。何が娘だ、笑わせるな。私はお前のことを親などと思ったことはただの一度もないわ。上等だ、レイブン。ブレイブレイインデード、血の盟約に従いアバドンの血より来たれ。得意の爆炎攻撃ならこの雷帝に勝ると踏んだか。なめんなよ、ダークシュナイダー。ブーレイブーレイウンデード、血の名役に従いアバドンの地より来たれ。ゲヘラの火を爆炎となり全てを焼き尽くせ。エグゾーダス。ルシー、
ーシス。バカな奴だ。生死を分かつ戦いの一瞬に情などで心を迷わすとは。あれが本当にあのダークシュナイダーだというのか。シーレ様、大丈夫、絶対に。だって僕、500円貸したもの。借りたお金はちゃんと返すのよって、小さい頃からきちんとしつけてきたもの。ルシ、お願い、立ち上がって。何？究極の超絶美形、主人公、ダークシュナイダー。鋼鉄の不死身、大火山大噴火的嵐を呼んで、今復活。ダークシュナイダー、なんとしぶとい。ふん、みそぼらしく無力な一般大衆と、神より選ばれたこのまばゆいばかりの美貌を持つ英雄、男ダークシュナイダーとではスケールが違う、スケールが。あのバカ、強がっちゃいるが相当のダメージだぜ。呆れた不死身ぶりだな。だがもう終わりだ。その様子では戦う力など残っていまい。今殺してやるぞ。我々の目指す究極の理想社会実現のために。無理だな、お前には俺を殺せん。何？殺せないかどうかこれから証明してやるわ。アーシス、愛してる。うるさい！女と見れば誰にでも発生する愛など欲しくはないわ！逃がさん！大体その理想社会ってのはなんだよ、カッタリ。あの堅物のカルならわかるが、なんで世界を征服すんのにそんなお題目がいるんだ？魔法が支配する究極の理想社会、ソーサルキングダム。そこには差別も貧困も戦争もない。それを建国する夢には命を賭する価値があるわ。うっそくせえ。争いや憎しみは人の内に潜む本性の一面だぜ。永遠の平和なんてものはこの地上に作り出せるのかよ。黙れ！お前のように俗なゲス野郎に分かってたまるか！戦災が生んだ私のようなハーフエルフが、人間からもエルフからも仲間と認められず、どれほどの思いをして生きてきたか、お前には分かるまい！幼い頃から、この体には生傷が絶えたことがなかった。そしてあの日、ウトエルフとの部族間戦争が起こった日、私はついに自分を、それでも養ってくれていたダークエルフの部族からも捨てられた。ドサマギの厄介払いだったのよ。アーシス、あの日の飢えと悲しみの記憶が教えてくれた。子供たちには安住の地が必要なのよ。これが私が理想にかける理由の全てだ。ダッシュ、お前は死ね！アーシス、忘れたのか、その時通りかかった俺のローブの裾を掴んだこと。それからの100年間、お前の安住の地は俺だっただろう。ダーシュ、思い出せアーシス、親子として暮らしたあの頃のこと。この15年間ただの1日だって忘れたことはなかったわ。だってあの100年は私にとって唯一の楽園の記憶なのだから。あなたにはただの水郷だったとしても、私にとっては。アーシ、アーシ、フフフフ。
やはり思った通りですね。ご覧なさい、カルス。アーシェス姉の爪の色が紫に変わりつつあります。ハーフエルフめ、やはりダークシュナイダーを慕う心に囚われたと見える。これからが見物ですよ。心がダークシュナイダーに開くほど、アキューズドによって埋め込まれた爪が彼女を締め上げる。そしてその爪が怪しく光る赤に染まったとき、すなわち我らを完全に裏切るとき、アーシェス姉の肉体は砕け散る。カルス、見届けないの？見るまでもない。ネイが敗れれば私かお前のいずれかでダークシュナイダーを倒す。それまでのこと、私は第一軍の指揮に戻る。てめえなんざもう俺の娘じゃねえよ。昔から喧嘩するたびに必ず言ったの、俺の娘じゃねえと。愛してるが殺し文句だった。どんな喧嘩でも必ずそれで決着がついたわ。アーシス、もうやめろ。ダーシュ、あなたには所詮水郷で育てた新種のハーフエルフの娘って。望み通り殺してやるわ。私にとってあなたがどんなに大切な存在だったか分かる。お前さえ死ねばこんな王国など一瞬で総崩れだ。父親とか恋人とかそんなことだけじゃない。私につかめるのはあなただけだった。この私とひとたび切り結んだ者に幸福など許さん。会社は死あるのみ。あなたは私にとって愛することのできる全てだったのよ。お願い、もう立たないで。どうして立ち上がってくるの？ダーシュ。ヘンデ、あの人、さっきからまるで邪気を感じないよ。あれは、あれはまるで、泣いてる子供だわ。ダーシュ。ダーシュ。陽子さん。陽子！ダーシュ。まあ、冗談じゃないぞ、本当に。花ならまだつぼみたい。シーラ様？シーラ様？よかった。気を失ってるだけだわ。ダメだ。私はダメだ。私には。マクダ・ダークシュナイダー！次の呪文で終わりにしてやる。お前とてその体では、あと一撃繰り出せるかどうかだろう。渾身の力を振り絞るがいい。私に勝てなければ、今度こそお前の女は、死ぬ！やっぱり何か変だわ、あの人。僕にはどうしても、ダークシュナイダーを殺そうとしているようには思えない。たとえお前でもアーシス、あの女に手を出した奴は許さねえ。勝負してやる！呪いの青き爪は紫を過ぎ、今や赤紫に。さあ急ぐのです、アーシェスネイ。爪が真紅に染まればあなたは破滅だ。ダークシュナイダーの心臓をえぐり出し、その地で呪いを解くのです。あなたが生き延びるために。
行くぞダークシュナイダー、この究極の超破壊呪文で息の根を止めてやるわ。いいだろう、最大最強の呪文で答えてやるぜ。急がねば。ババ様、迫っておるのじゃ。水晶玉に現れた予知の実現する時が。なんですか。なんだ。これは究極の呪文をぶつけ合うつもりか。間に合わなんだか。原始に現れたダークシュナイダーの姿は無残にも心臓をえぐり出された屍。勝負の結果は明らかじゃ。嵐が去る。アイザード・アルザード・キースク反省クロス・シルク。なんと二人とも同じ呪文を。怪人と化せ冥界の賢者、七つの鍵を持て開け地獄の門、ハロー・イン。さよなら、ダッシュ。私の姿を変える前に。ダッシュ。違う、だって泣いてるもの。あの人泣いてるもの。たとえ仮でも親と子が殺し合うなんて、そんなこと絶対にいけないよ。やめて。はあ、その時がよく見るのじゃ。大神官、私が死んだらもう一度だけ抱いてほしい。ダークシュ、ダークシュナイダー。今誰かが俺を。目を開け、そしてお前の愛しい娘をよく見るのだ。何、お前はルーシェ・レンレン。ダークシュナイダー、お前のアーシェスがお前を愛するゆえに死より深い苦しみの淵に囚われているのがわからないのか。なんだと。何、これはアキューズだ。メイは死に勝る苦痛の中で呪いによる死ではなく愛するお前の手による死を選んだのだ。バカな、アビゲイルの野郎か。ダークシュ、愛してる、愛してる。俺の可愛い娘になんてことしやがるんだ。苦しいか、アーシェ。今、自由にしてやるからな。
ネイに古代の呪いが。そうじゃ。そしてそれを解除するための触媒がダークシュナイダーの心臓だったのじゃ。ダークシュ。予知の通りになってしまった場合、ルース、どうしてルーシェ君。今こそ偉大なる世界ソーサルキングダムを築きし時、さあ復活するのです暗黒の破壊神よ。